マイナス10キロ、綺麗に痩せれ、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今回は、きなこの驚くべきダイエット効果をわかりやすくお伝えします。きなこ買っていたけど今どこにあったっけ？そもそもきなこなんて自分で買ったことないなんてことないですか？確かにね、きなこって普段のお料理で活躍しにくい地味な食材かもしれませんが、きなこを使わないなんてめちゃくちゃ損してます。そこで今回は特に40代50代の女性がシワシワにならずに若返りながら綺麗に痩せてコスパも最高のきなこダイエットと、さらにきなこと組み合わせることできなこのダイエット効果を爆上げするドリンクお伝えします。今すでにきなこドリンクを飲んでいる方、または今から始める方にもおすすめしたい、食欲を抑えて脂肪を燃焼させる、若返ることができる簡単シンプルなダイエット法です。痩せたいけどシワシワになりたくない方や、健康で綺麗に痩せて本当の自分を取り戻したい女性の方には特にご覧いただきたい有益な情報なんです。ぜひ最後までご覧くださいね。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わることで、心も体も綺麗にキラッキラ輝く女性を増やしていきたいって思いで配信しています。ぜひこの機会にチャンネル登録をしてお役立てくださいね。では早速きなこの驚くべきダイエット効果をお伝えします。きなこのダイエット効果その1、便秘解消の効果。その理由は、きなこはなんと大豆製品の中で食物繊維量がナンバーワンだから。例えば食物繊維は胃や腸の水分を吸収して膨らんで、腸の蠕動運動を活発にしてくれますから、自然と便通を促してくれるんです。またきなこは大豆オリゴ糖を含んでいるので、腸内環境を整える効果もアップ。なぜなら大豆オリゴ糖は痩せ菌と呼ばれる腸の善玉菌を増やす働きがあるからです。きなこの栄養価は生の大豆や乾燥大豆とほぼ変わりません。大豆丸ごとの栄養素がしっかり取れる優れもの。いって粉にしているので、重量あたりの食物繊維が大豆製品の中でダントツトップ。たった大さじ1杯に対してなんと食物繊維 2.7g 摂取できます。なのできなこのダイエット効果その1は便秘解消の効果、きなこのダイエット効果その2は血糖値の急上昇を防ぐ効果。その理由は、きなこに含まれる食物繊維が血糖値の急上昇を抑えてくれるからです。例えばきなこに含まれるこの食物繊維は粘着性があるので、ゆっくりと胃や腸を動いていくんですね。なので糖質の吸収を緩やかにしてくれるんです。結果食後の血糖値の急上昇を抑えてくれる、イコール脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果がアップします。またなんと最初に摂った食事の次に摂った食事の後の血糖値の上昇も抑えてくれるセカンドミール効果もあるんですよ。どういうことかと言いますと、朝食に大豆を食べると、大豆オリゴ糖などの作用で血糖値を下げるインスリンの分泌を促す作用が出ます。その効果はなんと食後 3,4 時間から続き、昼食後も血糖値が上がりにくくなると言われてるんです。こんな実験結果があるんです。健康な男女8人に朝9時とお昼12時に食事をしてもらいました。昼食は同じ食事をしてもらったですが、朝食に1大豆菓子、2米菓子、3何も食べないの3パターンを試した結果、大豆菓子を食べた1食目の血糖値の上昇が米菓子に比べて大きく低下、また2食目の血糖値の上昇も低下したという結果が出たんです。朝大豆を食べるとお昼まで血糖値の上昇が抑えることができる、この痩せ効果を作るセカンドミール効果ってすごいですよね。なのできなこのダイエット効果その2は血糖値の上昇を抑える効果、きなこのダイエット効果その3は生活習慣病を防ぐ効果。その理由はきなこに含まれるイソフラボンです。例えば生活習慣病を患ったまま健康で綺麗に痩せるなんて無理ですよね。そこで大活躍するのがきなこに含まれるイソフラボンです。女性ホルモンのエストロゲンと似た働きを持つと言われています。このエストロゲン残念ながら加齢とともにどんどん減少すると言われています。なので更年期障害などの症状が出やすくなるんですね。そこできなこを摂取することでこの更年期障害を和
和らげる効果があります。またイソフラボンには動脈硬化を防いだりコレステロール値を下げたりという効果もあるんです。なのできなこのダイエット効果その3は生活習慣病を予防する。ここまできなこの素晴らしいダイエット効果を知ったあなたは今すぐきなこダイエット始めてみようと思ってくださったかもしれません。でも具体的にどのようにすればいいのって思いますよね。その方法はシンプルです。今からお伝えするある食材をきなこと一緒に摂取すればいいんです。そうすることでシワシワにならずにきなこのダイエット効果を倍増させることができます。そこでここからは若返りホルモンを作り出して40代50代の女性におすすめ最強の痩せるきなこドリンク詳しくお伝えしますのでぜひ最後までご覧ください。その最強に痩せるきなこドリンクとはきなこレモン茶湯です。きなことレモン茶湯を組み合わせることでさらに若返り効果もアップ、ダイエット効果ももちろん倍増します。そのきなこレモン茶湯の痩せる飲み方ポイントはズバリ朝飲むことです。その理由は先ほどお伝えしましたきなこのダイエット効果を最大限に生かすためです。例えば朝8時からお昼12時までは最も腸が活発に動く排泄の時間帯なんですね。このタイミングで茶湯で体を温めることでその働きが活発になります。またレモンは細胞や臓器を錆びつかせる有害な活性酸素を取るクエン酸の塊です。クエン酸がこの体の錆を取ることで新陳代謝が上がって体の糖をエネルギーに変えてどんどん代謝を上げてくれます。これで肌や髪血管を作るスピードがアップして若々しく生まれ変わります。加えて栄養素をどんどんエネルギーとして使いますので太りにくくなるんです。また血流が改善されますので冷え性や辛い肩こり疲労回復にもつながります。またレモンの酸味と香り成分のリモネンが交感神経を高めてくれますから朝からシャキッと目覚めすっきりも嬉しいですよね。レモンなのにまるでミルクティーのような味わいです。まずは毎朝一杯からスタートして3、4ヶ月は続けてみましょう。なので痩せる飲み方ポイントは朝飲むこと。では今からきなこレモン茶湯の材料作り方注意点この順でお話します。では材料です。1、国産の大豆のきなこ大さじ1。こちらはちなみにイオントップバリューさんの北海道産特別栽培大豆仕様のきなこを買ってみました。純粋蜂蜜大さじ1。こちらはちなみに杉養蜂園さんのマヌカ水を使っています。さ、茶湯 200ml だいたい1カップぐらいですね。使うお水はやはりこういった天然水がおすすめです。なぜかというとビタミンやミネラルマグネシウムとかね含まれているのでおすすめです。そして最後にレモン果汁小さじ1から2杯お好みで入れましょう。こちらはちなみにグリーンアイシリーズトップバリューさんのオーガニックのレモン果汁ということで私が気に入って使ってるレモン果汁で作り方です。おすすめはこういったプロテインシェーカーに全部先ほどの材料入れてよく混ぜたら早いですし洗い物も少なくて簡単です。ただし注意です。摂取量には気をつけましょう。きなこに含まれるイソフラボンも過剰に摂取してしまいますと進化系の病気の発症率が高まる可能性があるとも言われています。国の食品安全委員会が推奨する1日あたりのイソフラボンの適量は50から75mg までです。きなこは大さじ1約 6g に対してイソフラボンが約 10mg 摂取できます。イソフラボンはもちろん豆腐や味噌汁、納豆などにも含まれていますのでトータルバランスで摂取していきましょうね。ここまでこの動画を見てくださったあなたはもう腸活ダイエットの一歩を踏み出していらっしゃいます。頑張っているご自分のことたくさん褒めてあげてくださいね。根本的な痩せ体質へと生まれ変わって心も体もキラキラ輝いているご自分をイメージしながら美味しく楽しく腸活ダイエットに取り組んでいきましょう。それでは今すぐ取り組めるように今回の動画の復習をします。最後までご覧ください。こちらの LINE 公式ではあなたの人生を変えるほどの気づきを与えるための動画をプレゼントします。それは10年間太り続けた40代50代の女性
私の生徒さんが1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、そしてウエストマイナス35センチを達成するために実践した腸活ダイエットの方法を解説した動画7本。この動画の内容であなたが痩せるための気づきを得たら、1ヶ月後、あっという間に痩せてしまうための内容だと自負しています。プレゼントの受け取りは概要欄の公式 LINE から受け取れます。その他にも公式 LINE ではダイエットの実践に役立つ1ヶ月で痩せ体質になるための食べて痩せる1ヶ月分、合計90食分の腸活メニュー、自分の体質に合わせたダイエットのためのチェックリスト、今日からすぐに実践できる腸活ダイエットのレシピ、これらの特典も含めて合計15大特典を無料プレゼントいたします。これらの15大特典は私の公式 LINE で無料で受け取れますので、動画下の概要欄からぜひ登録してみてください。この他にもこのチャンネルでは腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしています。なのでそういった情報をこれからも見逃したくないという方は、ぜひこの機会にチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。では今回の動画の大事なポイントを復習して早速実践できるようにしましょう。きなこのダイエット効果を倍増させるためには、きなこレモン菜を飲むことでしたね。1、朝に1杯飲むこと。2、まずは3、4ヶ月続けてみること。3、イソフラボンの摂取量は1日あたり50から 75mg までとしましょう。そうするときなこダイエットの効果を倍増させて若返り効果もアップします。この動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンや早速実践してこうなりましたなどなどコメントでシェアしてくださるととっても嬉しいです。私がお伝えしたことをコメント欄にアウトプットするだけで即実践につながります。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報を配信していきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録してお役立てくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。